ってきたらお母さんただいまでしょ。うん、お母さんまただいた。お母さん怒ってやだ、怒ってやだ。お母さんただいまでしょ。お釜さんまただいた。お母さん怒っちゃやだ、これ怒っちゃやだ。お母さんただいまでしょ。お母さん玉すきよ。お母さん怒ってやだ、これ怒ってやだ。お母さんただいまでしょ。お母さんただいま。はい、よくできました。また僕一つお利口になってた。ケンちゃん悪いけどお電話出てください。はい。もしもし。もしもし、志村さんのお宅ですか。いえ、違います。なんだって。志村さんのお家ですかっていうか、違いますって言って切りました。あなた、かれこれ何年志村さんやってるの。あなた、志村けんでしょ。そうか、僕志村けんだ。また一つお利口になってた。さあ、ケンちゃん、漫画ばっかり読んでないで、ピアノのお稽古しましょう。はい、お母さん。ピアノのお稽古しましょう。はい、今日はね、じゃあ、これからやってちょうだい。はい。はい。いきます。はい。ちょっと見本見せてください。そう、じゃあちゃんと聞いてるのよ。はい、ちゃんとお母さんがやるの見ててね。はいよ。はい、いくよ。